人は、まあ、先生が選んであげるから安心しな。やだ。それじゃあいいか、数字と漢字どっちかを読みます。どっちを向かっててよ、いくよ。27。はい、どっちでしょう。漢字。分かった人。夏目君。はい、数字です。当たり。先生数字読んだんだ。いいよだね。いいよだね。なんでよ、当たったら注意してあげるって言ったじゃん。いいよだね。はい、じゃあ今度これよく見ててよ。数字と漢字どっちを向かっててくださいよ。38。はい、どっちを向かってるか。はい、なんだお前、チューさせてくれんもんお前。今度当たった人はパルパルへのデート券あげる。行きたい。抱っこ券つくよ。そんなに喜ばんで意味じゃない。喜んでない。じゃあいくよ。38、39回でどっちを向かっててよ。38。はい、どっちを読んだでしょう。はい、はい、小島さん。数字。漢字読んだんだよ、よく聞いとるよお前。はい。じゃあ今度から49、どっちを向かっててよ。今度当たってた人はここで抱っこしてあげる。そんなによく喜ばなくても。喜んでない。じゃあいくよ。49。はい、どっちでしょう。はい、夏目くん。はい、漢字。当たり。素晴らしい。いらっしゃい。嫌だね。嫌なの。うん、あ、そう。はい、じゃあ今度これ、今度当たった人はなんと一等1億円が外れた宝くじ。いいね。ガチャ1。はい、どっちなんだでしょう。はい、はい、もう一回。漢字だよ、よく聞いとるよお前。じゃあいよいよ最後いいね。どっちの中、今度は何も商品なし。62。はい、どっちなんでしょう。はい、伊藤さん。当たり。みんな手叩いてあげてください。よし、じゃあまた今日は20から行こうか。やったー。はいよ。やったやったやった。20ってここに書く。おじいちゃん先生が欲しい。50から行くか。まあ20だな。50?100 まで行くねえ。じゃあ50からやる。あんた似合うからやってみよう。じゃあ100から行く。バーカ。じゃあいいか。ね、50からやる。じゃあ20から行く。うまい。20。見ててよ。まだ待っててよ。縦に行くよ。20。21、22。23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35までできましたね。もう30。それ小山さん、その言い方にちゃんと20って書いたんです。33。バスケていけばいいよ。で、ここ横は漢字だよ。20。まず1列できたら持ってきて、先生直してみてあげるから。いい？その下からでいいよ。その下から漢字書いて、そこまでもまあいいにしてあげるから。みんな10っていう字忘れるから、10っていう字ちゃんと入れとけよ。うん、分かってるよ。僕ね、何度も入れてある。で、紙落ちるぞ、今に。おお、素晴らしい。直すとこなし。今度ゴムきちんとかけてるじゃない。36、37。ここまでやったらまた持ってきて。いい？間違えた。間違えてもいいぞ。
ね、そういう時はバスケとか。でかすぎた。お、5だけ数字になってるの。誰でも席した人。あなた？誰席してる？森田君？マスクしてるって今。ここまでやってきたらまた持ってきて。あれ、あ、みんなで取ってきちゃう。あんたちょっと来てごらん。これね、銃が取り掛かないと、これ来てごらん。あ、れになっちゃった。直さなくていいんだよ。これ真面目なんですよ。れになっちゃった。おいで。奈良ってどうやって書くんだろう。ママ、誰になっちゃった。どうやって書くんだっけ。ねえ、これ銃書いてくれないと。2、2になっちゃうの。10回とか間に10回とか間に10回とか9なんで書いてくるんだっけ。だからそれは言わなくていいから、間違えたらバスケって自分で直してくるの。9はこうだよ。そう、10が抜けてる。小山さん、3、2になっちゃうの。3、10入れないと。そう、3、10入れないと。その上も25のところも。2、1になる。2、5になってる。2、10入れない。そうそうそう。よかった。38、39、40やってきて。そこで持ってこい、持ってこい、持ってこい。そこでストップ。一回そこで先生見たいから、いろいろ先行かないで持ってらっしゃい。持って、そこで見てあげるから。鉛筆置いてこいよ。鉛筆持って歩くなよ。24、28、29、30。OK。今度は36、34、30。OK、39。じゃあ、君やってこい。おお、すごい。あんたは52からですね。いよいよまたちょっと50のさ、頭が上出てきたから気をつけてよ。いい？小山さん、一回持ってこい、途中で。まだ途中、三回見せなきゃダメやぞ。おあんた綺麗な字書くね。すごい綺麗な字書くじゃない。先生より綺麗だぞ。欲しいんだけど。小山さん、あ、いいのか、見たのか。まだ見てないの、誰が。素晴らしい。先生の手がね。じゃあ52からやってよ。53、54、55。いいか？もし分からない字だったら先生聞け。素晴らしい、素晴らしい、素晴らしい。